ウィース。どうも、マピオンです。はい、今日はオフ会当日なんですけども、まあ今横浜駅の、中央南改札側のビュープラザ前に、来てるんですけども、まあ朝5時に来て、まあちょっと遅れちゃったんですけども。まあ5時半ぐらいかな、5時10分か、5時10分ぐらいかな、かれこれ、まあ、30分ぐらい待ってるんですけども、残念ながら、参加者は、来ませんでした。まあ何人か来ると思ったんだけどね、サングラス持ってくればよかった。はい、ということでですね、まあ、ここでうじうじしてても仕方ないんで、もう正直もう帰ろうかなっていうぐらいのテンションなんですけども、まあ、せっかく横浜に来たんで、もう一人で、見に行きたいと思います。はい、で、ちょっとね、今調べたらね、結構もう時間もやばいらしくて、日の出が6時半で、はい、で、三浦海岸まで行くのにもう6時半ギリらしいんですよ。だからちょっと今すぐちょっと行こうかなと思います。はい、ちょっと YouTube ライブがね、すぐ止まるんで、ちょっとやめました。すいません、三浦海岸に来たんですけど、何番線乗ればいいですか？京急線の左の方の海岸。あ、わかりました、ありがとうございます。あれ、じゃあ、この切符使いません？券売機できます。はい、あ、わかりました。そう、切符間違えた。もう時間がねえんだけど。待って待って待って、払い戻し、払い戻しする切符を1枚ずつ入れてください。払い戻しいたします。お金の取り忘れにご注意ください。お取り忘れにご注意ください。本当急いで行かなきゃ、やばい。なんかもう本当に調べたらマジで着くのが6時29分らしいんだよね。6時半なんで初日の出が、やばい。京急どこ？京急こっちか。もうこのままちょっとねフルで流します。はい、ここ京急線マジで。京急線分からん、東駅、三浦海岸、東駅、落ち着け落ち着け。ダメだ俺、切符の見方がわからん、切符の見方がわからん。ちょっと待って、なめなめ、あ、すいません、三浦海岸行きたいんですけど、いくら分の切符買えばいいですかね？580円、ありがとうございます。さっきと同じだった。マーピオさん、あれ知ってるんですか？知ってくれてる？ステージアップ、あれ誰 Y さん、なんで知ってるの？俺のファーストシングル。ちょっと待って、ちょっと本当に急ぎで切符買わなきゃ。580円、結局
九州本線。結局人来たんですか。逆に聞くけど、来ると思う。来ると思う。あれか、一番線。来てよ、今からでも来たよ。お願い。あれ、フォロワーさん、YouTube 登録してくれてる人ですか。僕ずっとファンなんです。本当に。ちょっと三浦海岸で集合しよう。今から向かうから。レイ、こんにちは。あれ、たくまさんのファンの人ですか。マピオンさん、ありがとうございます。あ、頑張ってください。ファイティン、ありがとうございます。ちょっと今からね、初日の出見に行くんですけどもね。はい、三浦海岸まで。やっぱ結構人いるんだよね。今度の一番線は8両編成特急三崎行きです。次は間もなく一番線に特急三崎行き電車が参ります。危険でしたら黄色い線の内側にお下がりください。コメントの読み方冷たいですね。ちょっとね、今本当に急いでるのよ。ごめん、ちょっと今冷静じゃないの。一番線の電車は8両編成行きの新幹線探してみて。いや、今そんな暇ないよ。初日の出見てからでいい。初日の出見てから調べるから、そしたらリップで送るわ。ちょっとね、本当はね、これ行けんのこれ。行けんのこれ。ちょっと、ちょっと行こう。大丈夫かこれ。オフィシャルヒゲダンディズムだ。いや、誰がオフィシャルヒゲダンディズムだよ。ヒゲしか合ってないからね。急乗っちゃったんだけどさ、大丈夫かな。普通に勢いに任せてさ、電車乗っちゃったけどさ。え、これ行く。めっちゃ怖いね。皆さん、明けましておめでとうございます。挨拶は大切だね。確かにね。皆さん、明けましておめでとうございます。本当に。怖い怖い怖い。これつくかな、マジで。今普通にこれツイキャスをさ、スマホで撮ってるからさ、わからんのよ。調べらんないの。が使えないってマジでね。でもツイキャスをしながらさ、調べられるんだっけ。ちょっと調べてみようかな。大丈夫かな。特急だってるはず。
しばらく電車です、はい、皆さん電車の長旅をごゆるりとお楽しみください。ツイキャスさ、録画されてるよね、多分。やばい、これ電車の中でさ、ツイキャスやってる人なんてさ、もう、あれじゃん、完全にやばいやつじゃん、めっちゃ痛いやつじゃん。新聞かスマホ見てますね。あの多分関わっちゃいけないと思われてる。YouTube の配信ができるアプリがあって、それでやりたかったんだよ、うん、YouTube が本業だからさ。でも、当日になって、すぐ落ちるっていうね。配信しようとするとすぐ落ちるの。だからダメだね。やっぱ Wi-Fi がないとダメなんだね。うん、いや、ほんとマジで YouTube で配信しなかったんやな。やめなくツイキャスにしたけど、遠い、一駅は遠い、桐蔭大学。 YouTube 配信は見やすいからさね。そうなのよ、ほんと俺 YouTube ほら、マジショック。このツイキャスのね、なんかこの動画が撮れてれば、それをこう YouTube でね、ちょっと編集してアップしたいなと思うんだけど、できるのかなっていう。ツイキャスもなんか30分で制限あるじゃん。人にもね、生配信しますんでみたいなこと言ったから、ただみんなてっきり YouTube の配信だと思ってんだよね。けどできないからさ、ショッキングピンクだよ。YouTube からです。
何が YouTube から電車の中でさ一人で話すのマジあれだね、あの精神削れるね。でも誰かが見てくれてるだけでもね、ちょっと心の安らぎだよ。ありがとう。YouTube から来ましたって意味です。あ、そうなんだ。え、レイさんチャンネル登録してる。嬉しい。まだ、あ、してるんだ。ありがとうございます。あのね、あの俺のチャンネルね、あの調べてみたら、あの女性が見てるのがね、だいたい 15% らしいのよ。だから多分4分の1もいかないぐらいの女性のあれなの少なさなの。本当にあのレイさんは本当にね、もう優遇します。優遇します。はい、子さんって名乗っていいよ。産地になるわ。そう、あの来年ね、来年ちょっと本当に頑張るからさ、うん、だからそのうちマピを昔から見てたよみたいなね、そのドヤ顔できるようになんとか頑張るからさ、そこちょっと待っててさ。あれ、ツイッターもフォローしてる？ツイッターフォローしてないとあれか、ツイキャス分かんないか。一番怖いのがね、この初日の出が電車の中でね、見てしまうっていうことなんだよね。あ、ツイッターフォローまだしないです。それはね、あのぜひ本当にした方がいいよ、うん、あの YouTube の概要欄の方にもね、ツイッターのリンク貼ってるからね、フォローしてください。電車の中で初日の出を見るのと YouTube 配信しなかったからキャスで探しました。あ、本当にわざわざそのこと調べたの。さあ、ツイキャスすることでスマホのバッテリーが先に尽きちゃうかもしれないっていう懸念点もあるんだよね。あ、じゃあフォローするついにさ、ちょっと今マピオンが初日の出のなんか生配信してからみんな来てってさ、なんか拡散して。私の力では伸びないよ。いや、力云々っていうよりはその してくれるっていうその事実が嬉しいの。拡散力じゃなくてこう微力でも拡散しましたっていうそのね、事実だけでも本当に俺は嬉しいの。この時間寝てる人多いかもしれないけどね。Thank you.
きのあの Y さんは来ないのかな。さっき一番最初に来てた人。液晶。俺マピオのねファーストシングル歌ってましたけど。ステージで暴れるよマピオ。おう歌う YouTuber。いたかな。このさ、顔の輪郭の膨らみ具合がさ、ツイキャスがうまくちょっとある程度加工してくれてるんだよね。それでもこれ隠せてないけどね、この輪郭。来年は本当に痩せるように頑張んなきゃ。さすがにやばいと思ってんだよ。レイさんは夜型人間なの？もちもちはでも加工だからね。加工のあれです。お正月だけ起きてるタイプです。あ、そうなんだ。ツイキャスしながらさ、ツイッターのツイートできないかな。みんな来てくれってさ、ツイートしたんだけどさ、やっぱ生配信してるとダメなのかな。とか覚えてないかな。届いてるぜ、ありがとう。あと、あ、紅白見てないんだ。紅白もう今そんな見ないよね、みんな。だいたいガキ使派とかさ、だよね。俺録画しました、どっちも。ポルノグラフィティが好きです。あー、ポルノグラフィティってなんだっけ、あのアポロだっけ。アポロ僕らが生まれてくる、ずっとずっと。電波不足、初見です。電車やってるんですね。そうそう、電車やってるんですよ、今電車男です、今。初見ありがとうございます。あの初日の出までね、ちょっとツイキャスやってるんでね、よかったら登録してください。ちょっとリアルタイムでマピオンと一緒に初日の出見に行こうっていうね企画をやってるんですよ。電車でまた電車を撮る。今電車の中はですね、
電車男と電車女がいるんですよ。もっとこう正確に言うと電車おじさんと電車おばさんなんですけど、あの電車男みたいなさ都合のいいさ話なんかなんかで、なんか要はオタクがさなんかこうちょっとなんかおっさんに絡まれてるさ美女を助けたらさすごいいろいろと発展して。で、恋が実るみたいなやつでしょ。そんなことあるっていうね。行こうと思ったけど時間に間に合わなかった。断念しました。ないない。だんだんと人が増えてきた。電車にね、人が乗ることによってね、俺のツイキャスのね、この気まずさが増えていくっていうね、このプレッシャーよ。はたから見たらね、画面、スマホ見ながらブツブツ滑ってるぞ、やつだからね。顔が近いね。助けてる瞬間に逃げる。まあ、確かにね、今時そうかもしれないね。逃げて、あれしなんかツイッターとかインスタとかでさ、なんか絡まれたけど知らん男が助けてくれたわらみたいなツイートするでしょ。電車の席がね、満席になりました。気まずい。あー気まずい。ワイヤレスイヤホン通話とかもたまにビクッとなるよね。あ、わかる。やべ、気まずいぞ。助けてくれ。満席男。満席男ってなんか嫌だな。普通のなんかあれ男性専用車両みたいな。女性専用車両みたいなね。それの男バージョンみたいな。満席男。ただの男性車両。ただむさ苦しい車両だからですよ。むさ苦しい電車だから。最悪なのはね、電車で日の出を見ることなんだよね。日の出間に合うか不安なのと、あとこうスマホのバッテリーが持つか不安なんだよね。まあ最悪ビデオカメラで収めるけどさ、持ってきたから。ちなみに僕ね、もともと YouTuber なんですよ。 YouTube の方で生配信しようかなと思ったんだけど、YouTube がね、ずっと
配信開始って押すたびにこう止まっちゃうの。だから諦めてツイキャスにしたんですけど、本当は YouTube やってるんで、森さんよかったら、ね、マピオンで調べてチャンネル登録してください。森さんが登録すれば、森さんが250人目なんで、はい、記念すべき250人目。その髪型イケてるぜ。そうそうそう、That's right。 いやめっちゃ恥ずかしいよ。みんな静かだからさ、寒いね。あれ、アイコン変わった？That's right。見てくる、見てきて、見てきてもいいけどすぐ戻ってきてね。寂しいから、やっぱ大勢だと、大勢の方がやっぱ楽しいからさ。あ、電車がね、みんな喋らない分ね、俺が際立つのよ。恥ずかしいことこの上だよね。人と喋るならまだしもさ、スマホと喋ってるのは俺だけだよね。50人で300人だ。でも250人もね、本当に長かったね。ずっと増えたり減ったりしてたから。うわ、すげえ、めっちゃ混んできたよ。気まずい、気まずいよ、めっちゃ気まずい、気まずいよ。やっぱ三浦海岸に近づけば近づくほど人混むね。正直結構伸びすの人と思ってる。そう、あとはね、あとはみんなに見てもらうだけなのよ。だから拡散お願いします。喋って、そうそう、来た来た。ちょっと賑やかになった。ちょっと賑やかになった。なんで新宿で降りるの？新宿ちょっと会話混ざっとくか。新宿の話をしてるの。すごいですね、森さん、アイコンも森なんだね。あの、へ、森の中、くんさ、森、へ、あんた。で、次の YouTube の動画を、電車の中の新宿の話してる、家族にいきなり会話割り込んでみたっていう動画出すんで、よろしくお願いします。
熊さんの替え歌好きだった。替え歌、替え歌、そんなのあるの？あの隣の人のね、電話です、ね、あ、そうなんだ。同じタイミング。何食べたいかな。そんな菓子パン的弁じゃないんだよ。森の熊さん、通うとはギャンブル、膨らむ借金がいつかさ、平和とは真反対。あ、本来熊さんって時点でね、熊さんと出会った時点で、まあ、平和ではないんだけどね。熊に出会う時点でさ、狂気じみてんだよ。熊さんってこうひらがな、ね、あ、そろそろ一応ツイキャスの30分がねもう なっちゃうんで一旦切ります。もうまたすぐねちょっとツイキャス再開するんで待機してください。ちなみに小学6年生ぐらいですね。どこで三浦海岸までちょっと家出しようと思いまして、家庭が家になりました。天気は今真っ暗だからね、天気もクソもない気がするけど晴れてんじゃないかな。晴れてないと困るけど、今電車の中でねツイキャスをしてるっていう。家で小6の時しようとして道路にいて寒いから帰った時すごい短い家出だったな。大丈夫らしいからこのまま乗ってます。もうすぐね着く頃には6時半なんだけど、でもこの調子なら多分ねまだ大丈夫だと思うんだよね。来たんごお疲れんご。森のクマさんより森のおじさんの方が怖い。不審者だからね、ただの不審者だから。怖さのジャンルが違うけどね。なんかもう慣れてきたね。今電車がね、もうほぼ満席なんですけど、やっぱみんな三浦海岸なんだね。
すごいね。三浦海岸行ったらどんだけいるんだろうね、人。大丈夫かな、見れるかな。三浦海岸って何県？多分神奈川じゃないかな。森さんは何県？何県？最近ちなみにね、医者に見てもらったんですけど、最近中二病というね、ちょっと病気をね、患わせてまして、髪の毛を固めで隠したがる病気なんですよ。一昨日ちょっと病院で見てもらったら、いや、あなた中二病ですねって言われて、だってあなた固め隠れてますねって言われて、やっぱそうですかって。ちょっと我も気づいてたんですけどねみたいな。あと2駅ぐらいだから、なんとか間に合いたいね。同じ振動来ました。治るんでしょうか、不安ですね。まあね、それに関してはもう心の病ですからね。外側は治りますけど、やっぱ心の病気となるとね、やっぱ自分のなんかそのメンタル次第でしょうね。中二病だった中学の時、ゲームしてて主人公がパン食べてたらパン食べてて、影響力がすごい。主人公ホットドッグ食べてたら自分もホットドッグ食べるみたいな。小学校かな、小学校の時に目がね、片目だけ充血してた時に、俺シャリンガンと思ったの。あれだ、トルネコの冒険はね、お父さんがやってたんだよね。詳しくわかんないんだけど、あと二駅だ、二駅。若干空がね、明るくなってきました。なんだろうな、誰かがドラゴンボールを集めてシェンロン呼び出したぐらいの明るさですよ。近くじゃないけど、どこかしらで多分今シェンロン呼び出してんだろうなっていうぐらいの明るさですね。これやめようか。すげえ。天才バカボンすげえ。ハワイが来るのか。わしは行けないから。ハワイが来るのか。俺小学生の時にサッカーやってたんですよ。サッカーで目が充血してて、なんかたまたま隣にいた友達も中二病だったから、なんかあれお前赤いじゃん、目赤いじゃん、シャリンガンじゃんって言われて、でそれを俺は完全に、俺も中二病だったから真に受けちゃって、あれもしかして俺内派一族だったのかなと思って、ずっと悩んでて。結構マジで考えてた、ワンちゃんうち配置族なんじゃないっていう。あ、三浦海岸だ。みんな降りるよこれ。ちょっとあえて待ってみるか、最後の方でみんなバーって降りるところにちょっと映したいね。イタチに憧れた兄ちゃんに、いつかお前を殺す時が来るだろうって言われてくれたことある。うち配置族かっこいいもんね。そう、
ルトね、イタチかっこいいよね。これ疾風伝か分かんないけどね、疾風伝が始まった頃俺も見てないから分かんないんだけど。さあみんな降りるよ。私でやばい12秒いたわ。あ、出た、ディーン・グレーマンか。アニメのオタクいて話し方仕草全部キャラに寄せてやってた。今そいつ何してんだろう。ディーン・グレーマンはね、俺も詳しくは知んないけど、あれまさになんか中二病の塊みたいな感じですからね。もうすぐだ、ほらもうすぐ、やばいやばいやばい、ちょっとエレベーター乗ろう。ドアが閉まります。エレベーターがワンチャン早、はいはい。三浦海岸のさ、どこに行けばいいのかな。やっぱ海岸だよね、それは。三浦海岸なのか、海岸に向かなきゃ意味ないよね。すげえ、みんなすごいな。うわ、着きました、三浦海岸。すげえ、なにこれ。ほら、なんかやってる、なんかやってるけど、何やってるの。あ、甘酒配ってんだ。ただ俺今甘酒飲んでる場合じゃないから、 U ターン。そう、着きました。あ、急げ。ちょっとね、三脚とかビデオカメラを持ってきたから、ちょっとね、固定でね、撮りたいんだよ。みんなまだね、そんな落ち着いてるからね。初めて初日の出見に行くけど、本当に感動するのかっていうね。ちなみに三浦海岸はね、初めて女性とデートした時のスポットです。僕の最初、日の出ライブって歌うから、いやいや、そういうわけではないけど。日の出とともにさ、三浦海岸でさ、マーピオンって歌っちゃうか。ステージで暴れるよって、おデート別れちゃいましたけどね、別れちゃいましたけどね。はあ、もう空も明るくなってきた。君とのラブストーリー、それは予想通り、今始まれば一人芝居だ。ずっとそばにいて。ここに住んでる人めちゃめちゃ便利だね。元旦の時家でだってさ、初日の出わかめんじゃん。もっと違う設定で日の出出てくるとともに歌うのかと思ってたよ。本当にセッティングすげえと思って。まあそれもね、面白いね。YouTube として面白いかもしれない、ね、住みたいけどね、いいとこは元旦限定なんだよね。ひげ男でずっと読んでたその歌詞。ああ、ひげ男ね。でもひげ男って読む人いるよね、いっぱい。グッバイ、君の運命の人は僕じゃない、辛いけど否めない。
ょっと早歩きであらかじめもう固定しちゃうか三脚とカメラこの動画さ、ツイキャスの動画さ、録画されてればいいんだけどさ、どうなんかな、このさ、様子をさ YouTube で、わっすげえ、待ってほら、海です、事件です、来た海来た、やば、交通規制されてんじゃん、めっちゃ混んどる、めっちゃ混んどる、三浦海岸はね、なんか神奈川県だとナンバーワンスポットって聞くからやっぱ混むんだろうね、日の出とともにビーズのいらない何も捨ててしまおうってやつ歌ってほしいで、それあ、なんだっけビーズ歌なんだっけ、ウルトラソーでヘイってなった瞬間日の出バッて出ないかな、ウルトラソーバンっつって、ゲロウェイゲロウェイ地の果てまで、はいどうぞ、お疲れ様です、お疲れ様です、うわすげえ、やばいな、ちょっと様子を見せたい、来てすごくない、もうすごい並んでる、コーヒーはいいや、うまいやんだろ、うわーすーごい、すごっ、見てそう、お兄さん見てこれ、ほらすごくない、みんな人間だよこれ、ほらここにいる人みんな人間、ペンギンじゃないよ、ペンギンじゃないペンギンいたらね、正直初日の出よりすごいことだよね、それ。さ、キャンプファイヤーしてんだけど、キャンプじゃねえか、キャンプじゃないけど、ほら、わかるかな、ほら、この赤いの、これ焚き火してんだよ、すげえ、なんか米津玄師の馬と鹿のなんかみたいな、怖が全然俺より好きしか分かんないけど、みんな人間っていう表現されるみんな人間ってあ、やば、焚き火しとる、風強い、一気に風強かった、みんなね、こうやって焚き火で温まってる、僕のこっちを客みたいに立ててないけど、立てていいのかな、でバカ寒いんだけど、バカ寒いんだけど、これスマホ持つ手がマジで凍える、髪の毛もなんかもうね、ティームレボリューションみたいな、妖精たちが夏を刺激する、生足潮風だからね、あーすごい砂浜です、あーそれすごい、見てすごい光景、みんな均等に一列並んでんの、ほらすごくない、みんな一列並んでんの、プリキュアオールスターズじゃん、人間の壁ができてるさ、人間の壁ができてるとさ、三脚立てらんないじゃんっていうね、三脚立てらんないじゃないですかってことなんだよね、日本人だね、あ、でも三脚立ってるわ、ちょっと撮りたい、ちょ砂浜で走るマピオン、砂浜で走るマピオン
全然列が消えない。全然入るスペースない。みんなプリキュアオールスターズ。みんなプリキュアオールスターズ。あ、やべ、明るくなってきたぞ。でもあれだな、もう三脚立てよう。三脚。どこら辺に太陽が出るのか分かんないんだよね。この初日の出のこのライブをね、たった二人しか見ないという愚の骨頂よ。なんかね、ちょっと気分がちょっと増してるせいかね、ちょっとだんだんとちょっとね、悪口が出てきてますが、そこは気にしないでください。ちょっとね、もうすぐ初日の出っていうのと、海辺っていうのにちょっと今興奮してんだよ。そこはちょっとね、否めない。辛いけど否めないわ。初代見てたからまだ続いてるのすごいね、プリキュア。ちょっとじゃあ三脚立てよう。三脚立てます。ちょっとスマホね、ちょっとスマホに OK だ、気にしないで。軽くなってきた。モッツァレラチーズ。ちょっと隣でね、子供がモッツァレラチーズゲームを始めたんで、ちょっとバチを移します。はい。やっぱ列が消えないね。入り込む隙間が9-9。あ、これいけるかもしれない。待ってね、すごい。あ、見えないか。鳥が飛んでる。ほら、でっかい。ここでいいんじゃない。ちょっとビデオカメラ設定します。よいしょ。ちょっと待ってね。
ちょっと待ってね。多分ね、カメラワークひどい。このさ、ちょっとさ、オレンジっぽいとこあるじゃん。そこら辺だと思うんだよね。ここら辺だと思う。あ、ここら辺。ここら辺だと思うんだよ。とりあえず録画完了。ちょっともう24分じゃん。じゃあちょっとね、一回じゃあ配信止めて、次の配信の30分で多分日の出ね、太陽がどのぐらい上がれば日の出っていうのか分かんないんだけど、初日の出っていうのか分かんないんだけど、まあちょっと次のライブで、多分上がると思うんで、はい、ちょっと一回切ります。はい、ラスト配信、皆様お楽しみにということでですね、はい、一旦終わります。そしてすぐまた配信します。はい、ちょっとツイートしてね、待っててください。ただいま。今ね、あれどこにある、ほらこのこれ俺の三脚とビデオカメラです。一応ね、4K で撮影してるんでね、はい、いい動画撮れるんじゃないでしょうかっていう。で、初日の出の方も分かりづらいね。いや、こんな感じ。何よ、これかな。うん、まだちょっとね、分かりづらいと思うけど、ここら辺にあるんだよ。恥ずかしい。みんな見てる中で今ここら辺にあんのよとか言っちゃったけど、すげえ恥ずかしかった。今だいぶね、雲が晴れてきたんで、もうすぐだと思います。なんか太鼓叩いてる。よいしょ、もうすぐっすよ皆さん。ね、太鼓の達人、遊べるだん。太鼓叩いてる暇今。もうすぐだよ。見えにくいね、スマホだと。まあ、ちゃんと YouTube とかアップしますけど。俺の身長があれなのか。皆さん、森さん、皆さんつっても森さんとね、レイさんしかいないですけど、2019年どうでしたか？楽しい1年でしたか？ちょっと海岸のみんな映そう。イエーイ。みんな俺のオフ会の参加者です。はい、そうです、みんな俺の参加者です。にいる人の首をこう除菌っていうね。はい、ありがとうございます。特になしか。じゃあその分今年楽しみましょうよ。頑張ろう日本。これみんなオフ会の参加者です。はい、横浜駅ではね、集合する予定だった横浜駅にはいなかったけど、急遽ねちょっと三浦海岸でね、ちょっと現地集合ということで、約1万人の方がね駆けつけてくれました。本当にありがとうございます。はい、あ、よかったね、楽しくて充実した1年だった。よかったよかった。わかるかな、わかるかな、これこのね、ちょっとだんだんとこう枯れてきてるんだよ。
めるわ、ほんと。初夏の晴れた昼下がり、私は生まれたと聞きました。母親の喜びようは大変だったと聞きました。これ知ってる？この歌。甘よ、私はあなたを。ダンスね。実はね、来年じゃねえ、今年ね、今年ちょっとね、ダンス&ボーカルグループみたいに作りたいなと思って。ダンス自信ある人います？歌とダンス、太鼓も装備。そうだね、太鼓もね、ちょっとあれなんで、スポンサーなんで僕の、はい、ご覧、あ、やべ、すいません、ありがとうございます。すいません、すいません。ビデオカメラがね、倒れちゃった。ちょっと支えてなきゃダメだね。潮風が強いんだ。違う、ごめん、三脚が倒れただけです。やばい、どこら辺かな、分からん。ほら、ちょっとオレンジっぽいっしょ。気のせいだった。水キャス分かんないかな。ある見える、みんな。ここオレンジがかってるから、この上あたりなんだよね。あ、そうそう、ちょっと待って、ちょっと今探してるわ。インカメにちょっとしてよう。そうすれば分かるかもしれない。今隠れちゃった。このさ、ちょっとオレンジがかってんじゃん、ここなのよ。今ちょうど雲で隠れちゃったけど、このさ、この分かるかな、この1段2段3段なんじゃん。この2段目が、この2段目の雲が隠れてんの、隠してんの。この2段目、2層目の雲が、ちょっとどっか行ってくれれば、もう、はい、おめでとうございますみたいな感じかな。はい、おめでとうございます。はい、初日の出です。はじめましてっていうね、感じなんで。生まれました、おぎゃ。いや、まだよ。出てこい。ちょっとね、インカメだとね、多分画質悪いからちょっと見えにくかったんだけど、今外カメラにしてるんで、ちょっと僕の顔とかはないんですけど、
か今このタイミングだけはね、俺の顔よりも腕の方が見れると思うんで、ちょっと外カメラの方にしてみます。これからラジオ配信です。寒い。この2層目のね、雲がね出てくれればもうあれなのよ、初キムだ。でみんな帰ってます。みんなもう帰ろうとしたけど大丈夫、まあこれからじゃない。と呼ぶなら何と呼ぶのか僕は知らなかった。これをみんなわかる？これ諦めてるわけじゃないと思うんだけどね。やっぱそんなことなくない？それはやばいよ。え、出るよねこの雲。ちょっと雲本当どっか行って、今すごいさ、さっきまでギュウギュウだったのにさ、こんぐらい今スペースだ。本当にさ、その3人分空いてんだよね、スペースね。初期の手を諦めたってよりはもう俺の隣に立つのが嫌だみたいなね、そんな感じ。いや、そもそも始まってもないからね、エンディングっていうか、まだ始まってもないから。初日の出のエンディングですから、多分ね、1月1日の 夜とか夕方とかそのあたりが多分エンディングだから。俺諦めないぞ。出てこい。俺もエンディング最後まで見るわ。なんかエンディングだとなんか特別なムービーみたいな流れるんじゃないかっていう期待するタイプ。お、待って、出てくる。出てくるぞ。ちょっと今、オレンジのが出てきた。あの雲が右にスライドすれば、お日様にね、出てくるんだよ。サンサンサン、太陽がサンサン。メドンパンナとロールパンナは、違うか。ロールパンナはメロンパンナのお姉ちゃん、そうさ空と海を越えて宇宙をひと飛び、ひと飛び、アンパンマンは君さ。ちょっと日の出が出るまでちょっとマピオンのあのアンパンマンライブを今してるんで、ここまでちょっと踏ん張ってください。もし自信をなくしてくじけそうになったら、いいことだけ思い出す。いや、もうすぐ出るよ。あれ気になるんだけどさ、アンパンマンの歌でさ、愛と勇気だけが友達さって言うさ、あれってつまりあれでしょ、なんかアンパンマンのさ、LINE の友達とかはさ、あの愛と勇気の2人だけなんでしょ。おかしくない？
だむしろその愛くんとゆうきくんの QR コードちょっと見せてほしいわ。これ登録するわ。病んでるよね、あれ、あれね、なんか正直マジな話でマジな話すると急に重くなるんでちょっと申し訳ないんだけど、あのアンパンマンの歌だっけ、あれってなんかあれらしいんだよね、アンパンマンでカバオくんとかの動物も喋れない、なんでチーズ喋るの、あれ多分ね、ジャムおじさんがあのチーズのあの生態をちょっと切ってるからですね、多分。あのアンパンマンの歌ってあれ作者の柳瀬隆さんの 弟に作った歌らしいね。柳瀬隆さんの弟が戦争 の軍人だったらしいの、それについてのなんか歌みたいな。この真ん中がちょうど太陽のかな、太陽じゃないんだけど、多分これより右側の 雲が全ピャンって言ってくれれば、多分太陽なの。そう、何のために生まれて何をして生きるのかわからないまま終わる、そんなのは嫌だ。これ本当は柳瀬隆さんの弟に向けて作ったのって、こう本当は行きたいんだけど、でも戦争行けって言われて、こう、まあ、要はなんか自爆特攻とかするじゃん、お国のためにみたいなさ、せっかく生まれてきたのに何のために俺は生きてるんだみたいな、分からないまま死ぬのは嫌だっていう、そういう意味が込められてるらしいです。忘れないで夢をこぼさないで涙っていうの、その意味があるらしいですね。だいぶ重いですけどね。もう少しちょっと明るく見えますけど、これ多分まだなんだよね。あ、病んでたら聞いてたんだ。もう少しあの真ん中の雲がもうちょっと晴れてくれればもうあれなんだよ、サンサンサン太陽がサンサン。これラスト配信しちゃったけど、最悪ワンチャンもう一個あるかもしれないね。今17分だからバッテリーは持つけどね。アンパンも上がるけど、恋愛での闇損は理解不能、ピエン。恋愛での闇損って何、あんまし俺知らんけどね、闇損。西野かなあんま聞かないんだよな。今度生まれ変わっても一緒だよみたいな、重い。確かに重いわ。あー、もうすぐ。でももう明るいんだよね、流れてくると聞いたやつ。もう明るいんだよ。あれじゃない、あのさ、このちょっと白くなってんじゃん、ここの右側がね一層なんか明るいのよ。スマホだと分かんないけど、肉眼だとね明るいんだよね。ビデオカメラ大丈夫かな。
そう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 、見え始めてた。もう少しねえ、もう少し、これなんて曲だっけ、日の出もう少しなんだよな。ここのさ、ここじゃなくてここのさ、ちょっと隙間あんじゃん、このちっちゃいこの隙間、ここなんだよ多分太陽。こっちの方がなんか輝きがすごいもん。頑張って。刑事ドラマとか流れるやつや。みんなこうバーって来るんだろうけど、これだってもう今すごいもん。さっきまでさ、もうバーってさ、プリキュアウルスだったのにさ、今もうなんか半分以上敵にやられてる。さあ出てこい、出てくるまでなんか歌歌います。リクエストください。見た、いやすげえ、ちょうど君が代で、君が代でついに出てきた。岩をとなりてとてのということでですね、君が代と同時に初日の出が出てきました。はい、もうこれはもう俺が君が代を歌ったからといってもね、過言ではないですね。はい、もうむしろ俺が今まで歌わなかったら多分ずっと曇りだった。はい、見なかったね、俺が君が代を歌ったからだよ。帰れ、はい、もう帰れ。あ、また隠れそう、隠れそうそう、はじけらげ、素直にグッド、だから超いと思いなブーズ、That's alright、 それでも時代を極める操作、僕らはスーパーボーイ、We are cool。
あってもどっかでカッコつけ、やるだけやるけどいいでしょ、夢だけ持たっていいでしょ。私嵐両手に踏み込む。あーやべ、見えてきたね。うわー綺麗、待ってめっちゃ綺麗。実は太陽はねここら辺なんだよ、まだちょっと隠れてんの。シャイなんだね。2020年さんのね、太陽さんはね、ちょっとシャイらしいね。 You're shining, shining forever。 リスナーはきっと夢の果て照らし出す。 Wake up, wake up, wake up, wake up。 あー見えた、わ本格的に出てきました。わー、え、めっちゃ綺麗。まあね、わざわざ来たんだからね、わざわざこのライブにも来てくれたんだから、もうちょっと日の出を味わうためにもう一回だけ配信します。で途中で帰ります。はい多分もうちょっと出れば、あの雲がちょっと邪魔してんだよね。あの雲がパッてね、こうやってやればもうちょっとね綺麗に見えると思うんだよ。ちょっと一回、うわ、待って、出てきた、本格的に出てきた、本格的に、すごい、待って、感動してる。そう、めっちゃ神々しいの、俺の次ぐらい。ちょっと悟りたいわ。ちょっともう残り2分なんで1回切ります。でなんか最後の配信やります。はい、ちょっと1回切りますね。
ただいま。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 はい。そうですね。暑いので出てね。そう、お腹空いたのよ。俺、あれだね。いない方がいいね。いない方がいいわ。はい。そっと仮眠しよう。そっと仮眠、そっと仮眠。お腹すいたわ、ほんとは。ただね、菓子パンってイメージじゃないんだよね。イメージじゃないわ。シェンロンの降臨。願い叶うとしたら何したい？フロフシーもいいね。1億ください。来るんだったらさ、一応封じさせるとは言わずさ、もうねえ、3億とかなんでもいいんじゃない？あー、すごいな。もうみんな帰ってるね。ほら、もう今こんな感じだもん。あんな一列に並んでたんだけどさ、明太子パスタください。え、なに、シェンロンに明太子パスタくださいって言うの？お腹すいた。最後なんかね、写真撮りたいけどね。プリキュア閉店。うわー、やべ、ビデオカメラ撮れちゃった。またビデオカメラ撮れちゃったよ。潮風が強いからね。まあ、人に当たらなかっただけラッキーと思いましょう。やばい、見て、めっちゃなんか、めっちゃなんかロマンチック。エモい。インスタ映え、インスタ映え。プリキュア足を、プリキュア足でかくない？プリキュア足ごつくない？これ明らかになんかもうでかいおっさんが歩いた感じだけど、これプリキュアなの？ちょっと俺引くわ。足跡じゃなくてさ、日の出映すよって話なんだよ。あ、隠れちゃった。もう終わりかなこれ。もうみんな帰ってるしな。みんな帰ってるし、もう出てこないかな。あー、手が寒い。君とのラブストーリー、それは予想通り、いざ始まれば一人芝居だ。エンディングっていうか、これなんかこのでかい雲がね、また近づいてんだよね。もしかしてこれで何、一応日の出終了みたいな感じなのかな。そうでね、ツイキャスもね、今4つか、これで4つ目か。だから30分かける5だから150分100、あ、写真撮れたら帰る人多い。あ、そうなんだ。もう今150分以上ね、ツイキャスしててね、あの、このライブ配信がもうね、バッテリー上で、ね、多分最後なんだよ。だからちょっともうちょっとしたらちょっともう終わろうかなって思います。はい、それでツイキャスだね。あー、出てきた。そう、俺スイカがね、スマホにあるからね、あれなんだよ、ライブ配信をこのバッテリーがつけるとね、イコール俺帰れないのよ。
ちょっとじゃあ、あの2人を追いかけよう。最後あの走ってるカップルを追いかける動画撮って終わろう。っていうのはちょっと冗談でね。次はモバイルバッテリーよろしく。そうだね、モバイルバッテリー持ってないんだよね。最後猟奇的に終わるっていうね。なんかまたこう多分ね、この太陽がねバッてもう完全に出ましたみたいな感じもね、多分当分待たないとね来ない気がするんだよね。なんかまたでかい、めちゃものすごいでかい雲がさ覆っちゃう可能性がね結構今大きいんだよ。だ多分また出てくるのがもう多分何十分後とかになっちゃうから、だからみんなもう帰ってんだと思う。と、うん、いうことで、ね、はい、日のでいかがだったでしょうか。ちょっとね見えないかな、ね、焚き火してんすよ。はい、やべね、三脚キャッチ。ほらあそこで炎上してます。あーこれも隠れんな。めっちゃでかい雲がさこっちにさ行っちゃったからさ、多分もうしばらく見れないわ。だからちょっとね俺もそろそろ帰ろうかなと思います。はい、本当にね森さんとレイさんは本当に見てくれて本当にありがとうございます。マジでね、マジで見てくれると思わなかったからちょっと本当感動してます。はい、またノンまたの、あ、ご飯食べる、ありがとうね。 YouTube とかもね、見てくれたら嬉しいです。はい、この様子とかもね、YouTube で編集してアップしようと思ってるんで、はい、 YouTube とあと Twitter もやってるんで Twitter のフォローもよろしくお願いします。ありがとうございました。だー、ありがとう、ありがとう。隠れたぞ、完全に隠れたぞ。ありがとう、いい枠って言ってくれるだけ本当に嬉しい。じゃあまた今度ね、よろしく。ありがとうございました。いいスタート切れると思います。あ、なんかもう終わりたくないな。